よいしょよいしょよいしょ、おお、慣れた、これ慣れた、パターンは分かったけんな。ストロップゲット。頑張ってここも慣れなあな。多分一緒なんじゃ、多分一緒だと思うんですよね、パターンは一緒だと思う。ちょっと逆になっただけなんじゃないかな、上下が逆になっただけ。よいしょよいしょ、うまい、なんかこれうまいなってきた、自分でも分かるもの、自分でも分かるまん。よいしょよいしょ、ああ危ない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 、ちょっと行き過ぎた今、ちょっと行き過ぎたよ。でここでセーブして、あとゆっくりゾーンができるわけだ、ありがたいな。これ以上めんどくさかったよ俺ね。さあサジ投げとるけんな、ダーンダンダーンダンダーンダン、なんかトントンのパターンがタイミングおかしいな。こうすればいいんだ。この辺はもう簡単やけどな。ああ、間違えた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 って。ま、クリアできればいいんです。クリアは。うん。よいしょ。よいしょ。OK です。待って、待たない。ゆっくりやな、こいつ。よし、やったー、というわけで、まあクリアしたとこを見せました。刹那圭介です。カットしないからね。前回のパートはカットしたかもしれんけどさ。スタートからカットしないからね。パート12ですね。広表山猫スラップ。広表山猫の必要あったんだろうかわからんけど、ゲットしました。ちまたで技のスラップ。殺しのアクセはこれで決まり。え？逃げる。よっしゃあ、じゃあもうその先に進んでいきます。大草原だったから、大草原な、大草原に埋めたらいいんじゃないかっていう。誰だい、カッパがいるね、カッパみたいなのがいるね、頭になんか皿乗せて、帽子かなこれ、なんでこれ3人目だよ。この世界結構死に物って、死に物バトルって流行っとんやな。ふっ、僕の死に物に分解されるがいい、なんか怖いこと言ってます。何ですか、あなたは何ですか、柴立屋ですか、分解魔法を使えるんですか。あ、可愛いんだ、シェフィラ。いいね。殴るのが、なんか、申し訳ないけど、殴るもんね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 、イェイ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 。今から殴るもんねの歌を歌います。殴るもんね、殴るもんね、殴るもんねったら殴るもんね。めっちゃ幼稚の歌だよ。あ、倒した。そんな幼稚の歌。メサンフレーズ、何これ。あ、回復アイテムかな。くっ、光合成か。足りなかったか。この季節に光合成なんか。ま、日光あるからね。メサンフレーズ、回復アイテムだ。回復の効果、一応ね。一応手に入れたんで、ま、いいでしょう。あとフレンドちゃんは何だろう、自動でオートで回復できるんで無事です。あ、待てよ、嫌な予感がする、嫌な予感がする、やっぱりよ、あかん、これ絶対嫌なやつじゃ。だってこれ、ま、魔物の餌ってあれなんかイベントクリアしたらもらえるやつやけん、あのガキから逃げなあかんのやつ、あれや、あれやらんかったらあかんやのが、あああああああってくるの早かった、意外と戻ってくるの早かったね。わあ、最後まで戻らんかったらあかんのかって思ったらな、ようかくほな戻った、まただからね。ガキやるぞお前、バトルじゃんお前、お前から逃げ切ってるけどな、すぐにな。こうしてここだ、
タグ戦は前にやった時と一緒だ。ここで時間潰す。これが俺の正常のパターンだと思います。あ、出てくるでしょ。途中出てきてなんか、この前貫通したでしょ。それに気をつけ。それは出てくる、気をつけ。それあとは言うだけだ。ちょっと喋り始めた時に言うだけだよね。ちょっと、気をさ、話の方に持ちられるからね。ちょっと、あん、ちょっと言うだけだよね。言うだけだよね。君。俺言われてるけど、ちょっと、適当に言ってるから、まだ。まだ、まだ、まだ。あー、クリア職務だった。こんな面倒くさいことになるんだったら、クリア職務、あん、入団してきた。お前、あー、詰まった。止めてんじゃねえぞ。止めてんじゃねえぞ。残念だったな。僕にかけた人は初めてだ。ご褒美あげる。これでもらえるんだな。え、ああ、元の場所に飽きるわって、そう言いたいんか。めんどくさいな。ご褒美くれ、はよ。よっしゃ、予想通りや。予想通り、ここで餌が手に入るんじゃ。くそ、よく考えたらこれ、向こうに行くだけでも大変なところだったような気がするよな。頑張りますわ。なこれ、ここでも釣れるんかい。確かこっちがショートカットにはなるけど、どこまでのショートカットがあったからな。何やったっけこいつ何やったっけこいつ、こんなおったな。そういやおったけど、これ意味あったんかな。あ、めんどくさい迷路のところをカットできるんじゃ。助かった、助かったね。僕もうちょっと俺、あのめちゃくちゃ大変だった迷路もう一回やらなあかんのかなと思ったら、助かったで。意外と帰ってくるの早かったで。やったで、やったで。釘刺すのやめー。あとこいつ叩く、戦う前の状態です。戦います。久しぶりだねバニーチェ。もうちょっとカットめんどくさいね。カットしないからねジョルさん的にどうかなと思うけど、カットしないからねもうカットをやめるからね多分こいつタースラインのカットは必要ない、うん、もう俺情緒不安定です。ゲイガー V の字切り倒した。よっしゃ、これでいいんだ。これで、でこれか、渡す。俺セーブちゃんとしたよな。あの鬼ごっこ、あ、セーブポイントあるわ。ならいいんだ、僕はファイルに。あ、いやほら見てみ、こういうところにあると思った。何これ、なんかすごい運命のリボンとか、なんかドラえもんの道具にありそうな。運命のドラ、全然似てないし、噛んだし踏んだり蹴ったり、なんだろう。え、どこ、え、どれだろう。あ、これか、装備装備するとアイテムドロップ率が上がるとか上がらないとか。アイテムドロップ率ね今更アイテムドロップしたからなんだという話になってくる。もう一回セーブ。そして向こう、え、え、フレンダー、羨みに、こんな建物あったの。フレンダー、おーい、フレンダー知らんかったな。な、なんですかこれは。フレンダーってこんな声だったっけ。フレンダー知らないの。は、はい、こんな声だったっけフレンダーって。1ヶ月ほど前に忘れた時は、あ、これな感じ、こんな感じだった、こんな感じ。
こんな建物を建てている気配は微塵もなく、というよりも王国付近でのこんな大掛かりな建築を私が聞かされていないというのも変です。確かにフレンダみたいなお偉いさん的なポジションだったら聞かされたってもおかしいかもしれない。おかしくないかもしれん。一月足らずでここまでの建築をするとなれば多くのものであると思うのですが、クリエイティブモードを使ったな。うん、スラッシュゲームモード1ってやったな。この住民、ここのゲームの住民やりおるな。もしかして秘密裏に王国が作っていたものなのかな。考えられません。国王様は少ししかお方、お方ですか。少しじゃないよ。あ、もう追加で言わせてもらうけどさ、国王だけじゃないよ。少しおか変わったお方って国王だけじゃないけんな。フレンダー以外は大体変わった気がするけんな。でも優しく、私ども王国騎士団に隠れて何かをするようなことは絶対ないはず。エロボンは？エロボン隠れて勝ったな。隠れて呼んどんな。まあ、いいか。ということは、王国以外の団体、それも大きな財力を持ち合わせた存在。そうなれば考えられるのはただ一つ、反政府団体です。わ、完全な敵で、もう完璧な敵でこれ。王子、王命を遂げることは難しくなってまいりました。これより先に進むのはいけません。そんな、俺にとってこの外出は初めて父さんが期待してくれた大切な冒険なんだ。しかし王子、それにここまでやってくる間にいろんな苦難があったけど、努力すれば俺になってできるって分かったんだ。しかし反政府軍がここにいるって言うなら、俺はそれを乗り越えて頂上へ向かう。なんか話がどうでもいい方向に、どうでもいいぐらいになんか相談になってきましたけど、無理か。私はガメシニ王国騎士団長として王子を行かせるわけにはいきません。なあフレンダー、頼むよ。ここより先は私と騎士団長の名を捨てることになります。ん、そこまでして。そして今より私はの王子の友人として行動を共にさせていただきます。それって王国騎士団を辞めるってことか。王子に何かあればそうなるんでしょう。しかしそれはもとより反政府の有無を問わず変わらぬこと、ただ少しだけ自粛の可能性が増えたまでです。フレンダー、何より王子が私にここまで真剣に願いを お聞かせくださったのはこれが初めてでございます。ならば、なんて読むなあフレンダちゃん、これなんて読むなあ、民家かな。そしてトマトとして、お楽しみとして答えぬわけにはいけません。ありがとう、迷惑かけてごめんな。だけど失敗はしない。フレンダーを辞めさせたりもしない。二人とも無事に到達してエロボンを埋めよう。言っちゃった。ええ、いかがわしい本ですか。バレちゃった。やべ、違う、今のはエロ本じゃなくてさ、江口本なのよ。江口本、江口さんの大前身のことを江口本って言うんよ。エロ本って見えてさ、ローじゃなくて口やけん。大丈夫、何でもないよ、何でもない。順調なフレンダーは知らなくていいことだよ。そうですか、聞き間違い。いや確かに、いかがわしい本だ。聞き間違い。エロ本って字幕出たけど、エロ本じゃなくて江口本です。皆さん気に勘違いしたように。というわけで今回はこの辺で、ちょっと短いかもしれんけどね、ご視聴ありがとうございました。週上げ。ふぅ、やっとが変わった。じゃあ早く帰って。